皆さんこんにちは。プレマテレビジャンプのお時間です。さあ今日は大阪のライブを終え東京に帰る途中で寄っていただきましたイマリトーンズさんです。イエーイ、よろしくお願いします。よろしくお願いします。大阪のライブお疲れ様です。ありがとうございます。どうでしたか大阪は。盛り上がったよ ね、 ね、盛り上がりましたね。熱いライブを、ライブハウスの、なんていうんですか、ライブハウス、ライブハウスで、ね、いいな。なんか動画でしか私まだ見たことがなかったんですけど、そうめちゃくちゃかっこよくて、もう、あ、盛り上がってるんだな、いいな、行きたいなって思ってました。ありがとうございます。かっこいいで今回は、うん、大阪の梅田ハードレインというライブハウスで演奏させていただいたんですけれど、うんうん、とてもすごく会場の雰囲気も良かったですし、一緒にご一緒させていただいたバンドさんも良かったですし、うん、うちも頑張りましたということで、で会場で生で演奏を見てくださった方も、あとツイキャスのプレミアム配信も今回やったんですけど、そこで配信で東京からも見てくださった方がいて、うん、ありがとうございます。お、はい、海外でも見てくれた人いたね。あ、いたね、うん、いましたね、すごい、ありがたいことに世界にファンがいるんですね、はい、かっこいい、わ、いいな、うん、結構会場にもね、あの、うん、僕らのファンの人たちも結構応援に来てくれて、はい、楽しく盛り上がりましたね、うん、ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。大成功に、うん、ね、まあ、愛知でやるとき私もちょっと今度は見に行きたいと思いますので、あのケンさんと一緒に、はい、行きましょう。よろしくお願いします。楽しみにしています、ちょっと気になったんですけど、ライブ以外に大阪ちょっと観光してきちゃったとか、なんかどっか寄り道とかはしたんですか。私はあのとりあえずたこ焼きとお好み焼きは押さえてます、ね、まず、あの大阪初心者なんで、まずベタなところから押さえてきました。はい、いいな、私もたこ焼き好きだから羨ましい。なんかどこか行ったりとかはしましたが、特にもう忙しく行って、まあ、ちょっと時間があったんで、うん、梅田の周辺観光したりとか、あ、うん、あとお世話になってるレコードショップにね、あ、そうですね、それが大事なところね、まさかレコード置いてあって、その CD 屋さんで買えるってことですか。そうですね、あの大阪のヘビーメタル専門ショップがあって、かっこいい、うん、そこに置いてもらってるんで、はい、そこに行ってよろしく。めっちゃいい。じゃあ大阪で気に入って、あ、CD 欲しいと思ったら、今里トーンズさんの CD 買えるんですね、大阪で。ぜひ買っていただきたい。ぜひ皆さんチェックしてください。すごい。ちなみに、あの、まあ、こう、世界で活躍してると思うんですけど、次回のイベントや、こう、なんていうんですかね、活動とか、出演する予定とか、ありますか、近々。ですね、今年は、年内は、どちらかというと、新しいアルバム、っていうのが作品ですね、まあ、アルバムを作るのに集中するんで、ライブは少なめなんですけども、まあでも、都内を中心に何本かは予定してますね。9月に恵比寿、あと10月に、まあ、僕ら一応クリスチャンのバンドなんで、10月に川崎市の教会、朝起きリスト教会ってところでイベントやることになってるし、あとクリスマスにもやるのかな、うん、クリスマスにも川崎市、でやる予定が一本ありますね。あとは続々これから決まってくると思うんですけど、はい、愛知でもやってほしいな。いや、またそう遠くないうちに愛知で、あ、ね、はい、やったやりたいですね。アルバムということで、ぜひレコ発とか、はいはい、ツアーしてください。あと僕らはね、あのどうしてもバンドの性格上海外に行かないと、あの、うん、いけないバンドなんで、今年はそういう感じでアルバムの制作に注力するんですが、まあ、来年の作戦として、行きたいところがまだまだある、まずはやっぱり、一番、ファンというかね、ファンの多いアメリカですね、まあ、クリスチャンの、影響力が強い南部、テキサス州、テネシー州に来年はぜひ行きたい。まあ、そのあたりにファンや友達いっぱいいるんで、それから、やっぱりこれも西海岸、パシフィックノースウェストっていうんですかね、あのワシントン州、オレゴン州あたりにも、すごく応援してくる人たちが多いんで、そこもぜひ行きたい。
最近ですね、東南アジアのマレーシアに結構友達ができまして、すごい。来年マレーシア来ないかって言われてるんで、はい、今いい音楽フェスティバルがあるって聞いてるんでね、マレーシアも行けたらいいなと思ってるし、マジいいね、行きたいですね、行きたいですね、すごい、あとそれから、なんだかんだね、僕らは東ヨーロッパの、レコード会社から、CD 出してるんで、その東ヨーロッパあたりにも行きたいっていう話が、ずっとあるんですよね、コロナでね、やっぱり行けなかったんで、まあ、来年1年でそれがどこまでできるかわからないですけど、世界に向けてね、ね、活動を、ね、広げていきたいですね。かっこいい、あーすごい、いやでもね、もうこうやってもう全国中で世界で活躍していらっしゃいますけど、日本にも帰ってきてください。寂しいからね。日本のバンドなんで。そう、ここに帰ってきてほしいですので、なんか今行っちゃったら会えなくなるなと思って、そんなことはないです。ね、あ、よかった。ね、またその大阪行ったりとか、こうね、行って帰り道だったりしたら、ぜひ豊橋にも寄ってもらえたら嬉しいです。もちろんです。あ、やったー、ね、今、この2人は横浜在住ですけど、はい、出身はなんといっても豊橋ですからね。わーい、嬉しい、なんだか嬉しい。ね、またそうやってちょっとね、地元にこう里帰り感もあってね、楽しんでもらえたら嬉しいなと思いますので、もうまたね、たくさん遊びに来てもらいたいと思います。ありがとうございます。ありがとうございます。さあ、もっとね、お話を伺いたいところなんですけど、実はこの後も東京に戻らないといけないということで、はい、ちょっとね、寂しい短いですけど、今日はこれでお別れとなります。ありがとうございました。気をつけて帰ってください。ありがとうございます。また遊びに来てください。ぜひまた。はい、やったー。皆さんも応援